あ、ちょっと、どうぞ。こんな感じになっとるんや。人がいっぱいなんであれですけど。ちょっと、しかしなと思いましたからね。一応、端っこありますね。ターミナルということで。すごいちっちゃい列車なんやね。16メートルもない ?12 メートルぐらいしかないか、この社長やと。相当ちっちゃい。一扉ですもんね。すごいな。で、このままここから降りてくるね。で、これは折り返しからコストモスクエア前になるみたいですね。中津島行きっていうのが最後になったりするんです。あれですね、車庫があるんでしょうね。車庫に行くやつは最後、中津島行きになるみたいなのかな。で、ここから、四ツ橋線の方にも行けるけど、一回降りる君の上で。公園もあるし。連絡用エレベーター。この下に降りたら、地下鉄にも乗れるんでしょうけど、だんだん乗り換えてきません。やってますからね。よし。まあ、フリーキップなんで。フリーキップ特権ね。ガツガツと入りましょう。で、いやー、埋まってきましたね。いい感じで埋まってきましたね。どうなったんですか？あ、東京がこっちです。住みがい関係者、本当ですよね。で、年金事務所とかあって、こっちにでっかく公園があるんやね。このまますぐ行って、青い一番出口から来るという感じなのか？よくわからん。よくわからん。この青いやつか、あ、これだか、下枝ですね、今回。次は、天下茶屋だけじゃなかった。とりあえず、こっちさえ押さえとけば、一応形にはなるのか。いや、すごいね。天下茶屋。どういくさ。まあ、でも、すごいな、290。まあまあ、全然もたとったね。はぁ、あ。で、天空じゃや持たなかな。なるほどな。で、住之江公園が、こっちが住之江公園か。あ、で、ここもボートレース場なんや。あれ、住みないって今開催中でしたっけ？20日からか。
こんな風になってるんや。逆量感。逆量感になったり。で、まだ第三レースなんや。入場料が100円です。だからいろいろと買ったりできるっていう。ちなみに誰が出てんの？そう、実はどっかでも行ったことあったっけ、ボートレース、同姓同名の選手がいるんですよね。漢字も全く一緒のね、選手がいて、でしかもね、なんかね、その選手結構強いらしいですね。私も知らんかったんですけど、開催日で、出場予定選手一覧、別の山田さんが出てる感じなのか。なるほどな。まあまあ山田いくらでもいますからね。で、同姓同名の選手はなんか A1 っていうランクらしくて、だからで結構有力な選手らしいです。まあ、まあ私もね、さすがに名前が一緒だったんでいるのは知ってたんですけどね。私自身がそんなにボート詳しくないんで。100円効果で中に入れるね。へぇー。あ、それで逆両替とかあったんや。なるほどな。で、こっちは、ボートパークって、いわゆる場外馬券場みたいな感じなのかな？だから中に入らなくても、買うことはできるんや。へぇー。